セントリーだっけ。あーもうヘルパイレーツほらーねクソすぎおーいけるなよ今回は勝ち越しだぞオーケー、うそういうことですよ。これが3人やってきたら来ても本気ってわけよ。やったなんてやつだ。てめえそうまでして勝ちたいのか。2人の愛に対して実力だけは勝ったと。3人やった人の2人アイバーサスオタクの戦いはオタクが勝ったってことでよろしいですね。よろしいですよなんでアルさんが言うんだよ。塩がなんか言ってくれよ。もうあの一言ぐらい言ってくれよ。じゃあやるか素直に。アンダー20で僕やります。俺どれだっけ。アンダー、うん、じゃあこれで1対1でやろっか。僕もう一つアンダー20作ってあるんでそれでやります。じゃあそれでやろう。お互いで、もう、あの、ちゃんとね、あ、作ってあるんですよ上にあった。そう、上に作ってあったんです。アンダー20です。行きましょう。俺のパーティーバレてんだけども。え、でもさ、アンダー20だから、うん、でも自分その前に作ってあるから分かんないよ。あ、まあ、そっか。うん、だから理論上変わんない。じゃあ行きましょうか。いやー、悪魔くんがいりゃよかったんですけどね、そっちのパーティーにね見たところいらっしゃらなかったより残念でございますメツマザン。メツマザン見て、似てる。似てない。似てない似てるよ、ほら黒いもん。似てはない。あ、はいじゃあ負けだ。1対2だ。アンダー20パーティーいよいよちゃんと誰かにねさっきなんか選ぶのを取った。じゃあやろっか。さっきの遊びだ、うん、こっからが本番よ。結構いろいろ散りばめ、なんかあれさあ、アンダー20同士だぞ。塩が組んできたアンダー20と俺がもともとやってるアンダー20、どうなるかやな。マジで分からんな、これは。メツマザンどうしようかな。うわ、独身選んでるあいつ独身選んでんだろ今。お前独身選んだだろ。おい、ちょっと博打が過ぎないね独自のなんでそんなに独身ラブ。やめて、その即死攻撃すんの好きだな、そういうの大丈夫。8。あ、さあ行くか。クロスタイズこれもある意味アバンストラッシュなんです。行くぞ。かっこいいんだぜこのアグレッシブに。どうだ、うん、まあ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 、キラーリカントに当たってないんだよな大事な。これ誰に行くんだ。俺弱点だっけ。普通だよね。そうだよね。オッケー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 。雷弱点は外してある。さすがに。まあ、必中っていうところで。おっと、キラリカント。まあ、狙わせるようにしたけど。せーの。回避高いかな、あいつ。あいつ、キラリカ結構よけっからな。人形剣ゴーレム、コークスクリューブロー、せーの。うわるわけわかんなくなる、人形劇してると。あ、あ、やばい、それ、あこいつこいつやったわ。これはやったわ。すごいな、よくお宝で引いたな。パンドラボックスの点数上げなあかん。いやー、マジ言ってんだよ言ってんだよ言ってんじゃないよ。言ってんだよね。言ってんか、お前本当に。いや、言ってんだから選んだんだよ。マジか、お前が言ってんのに。こっちもパペットコズもなかなかひどい点数つけられてるけどね。わー、強いんだよな気候団ね。起きたね、おはよう。おはよう、うん、おはよう、はいはい、おはよう。知らない、それはお宝火。なるほど、お、いい勝負だ。まあでもなんとか、まだなんとか耐えれそうだな。いやー、でもワンチャンでやられる可能性あるの怖いな。パペットこそも SP の時にちょっとな、怖いしな。クロスサイズステイそってうーん、大体よける。オッケー、そういうこと待ってましたあ、おたけ切ったかこれ。何切ったの。
そっちが何切ったかだよ。これ魔力吸収されて終わるか。てかネビュラだろ、どうせどうせネビュラなんだろ、ギガデインなんだろ。ルビスか。おお、お互い守った。お互い守ったか。だって一キャラ使えないからね。いや、お互い守ったんだ、まさかの。安定だけ取った。お、いいんじゃないですか、それそれいいっすね。キラーリカント呪いに弱いんで、ちょっとぜひアルミラージもいいんだけどさ、キラーリカント呪ってほしいところ。 OK、 状態異常かけそうなやつが止まったのはマジででかいな、ここ。よし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 、呪いまくってんな。全員呪いに弱いよ、そいつら。てかお前ら、お前ら結構呪いに弱いよ、みんな。だから振ってんだよ、ずっとクロスサイズ。あ、いいとこ、いいんじゃないそれ。お前が受けるわけがない。よっしゃ、まあまあまあいいでしょう。勇気を貯めると考えれば悪くない、全然悪くない行動だ。人形劇ですか。何するんですか、あなた。あ、素早く突進して飛び上がる。おら、かわいい。独習、これワンチャンさ、やばいんだよね、独習って。やめてね、そんな。よし、でこれで回復すんね。いやでもこれとどめ打たれて負けるのだけが怖いな。これワンチャン勇気、無理だな、追いつかれたら負ける。ここは全体攻撃こする。あの HP が足りない。うん、 HP も怖いけど勇気負けしそうな可能性もあるから、ちょっとここは全体攻撃をこすった差し持って、避けるしかねえんだよな、もうバギーまで、もう必中なんだよねこれ。そう、やみ、あ、ヤーさん強いんです。ギリ耐えるよ。あ、こいつ、あ、勇気溜まってない、勇気溜まってない、ない、落としてないもん。ミリ溜まってなかったか。お宝でパンドラボックスがパ、パペマペを止めればあるよ。あ、よし、動いた動いた動いた。おっと、終わるか。こいつで終わんの、まさかの。それで、あ、上からドロキー大集合、レッツゴー、いけおら。勝った、圧勝。これも圧勝だったね。見てこのお笑いコンビ、どっちがどっちか分からへん。見てほら、右やん、右も左も似てる、やっぱり色は一緒、似てる。勝ったよ。真ん中が違うな。真ん中だけはどうしようもないでしょ。いや、アンダー20いいパーティーで、パンドラボックスちょっとマジで焦ったもん、眠りされた時。で眠りばっか引いたらよかったんだけど。そうだから難しいんだよ、あいつ。何使ってもいいとは言ったけど、何来られても負ける気がする。確かにな。というわけで、まあもう一つ作っておきました。モンマスのタイプですね。もっと上かい。そうだよ。はい、アンダー20ですよ、ちゃんと。安心してください。うわ、どれやめ。ポイズンリザードと腐った死体。物理寄りだな。まあまあ物理寄りで、なんかマイナーなやつらが揃ってる。すっげえマイナーなんだよな、こいつら。あ、真ん中が呪文しかない。そう、真ん中は呪文しかないけど、優秀モンスターだよ。真ん中がね、ちょっと大事だから。こっちは何でもいいの。うん、何でもいい。多分 何来られても負ける気がする、正直俺考えてるけど。で呪文が絶対飛んでくるから。あ、マイナスっすね。何使うの、そんな自分に対して。何使ってくれるんですか。あー、ギュー、あ、 SP 取っといた方がいいんじゃない、やる前に。そっか、見ても SP。 あ、じゃあ俺が取っとくか。取っても分かんないな。いや、横に潮がおるからな、とっても分かんないもん。まあ、じゃあ教えればいいんじゃない。これどれ選ぶの、それ選ぶの。クソ、もうクソよ。クソゲーやんか。クソゲー、おい、クソゲーやないか。おい、なんでアンダーリーチ、データリーチが出てくる。マルさん、ダメだよそういうこと。これおい、潮の仇取んな、潮の仇を取るな。ちょっと待って、わあ、シオタロットやなこれ。ちょっと待って、タロットネビュラ、ネビュラは HP 低いとき。うん。でこれ、何このチームね。あれだ。何これ。天使。なるほど。ねえ、どうやって勝つのこれ。アンダー20で行くべきじゃなかった。アルさんだってそんな組むと思ってなかったもん。単純にダメージで。
で HP 減った時にこれ使うと効果力、うん、ねえねえやめなこれ、うん、何この構図ね何まあ普通にやってったら勝てるから勝てても勝てるからって言われた勝てるよね SP なくても勝てるよなこれこれどうすれば俺は勝てるんですかね一体だって獣いるし悪魔いるもんこっち風林火山に突っ込まれる可能性は大いにあるよお早いいやさてかこっちが遅いんだよ風林火山が何を呼ぶあちょっとダブレー R ですね、はい、行け毒の下行け頑張れ行け頑張れ頑張れおい、まあかんあかんダメージが負けてるどうしようもないもうまずれダメージすら負けてんじゃんやばいって暗黒には強いから、うん、でもさどうすりゃいいのこれ割と詰んでないか頑張れよし頑張れマジで何も言えん頑張るとしか言いようがないこれあまひってないよね大丈夫だよ、ね、オッケー行け頑張れってボンゲうわ行け行くぞうわ毒ってそうなんとかなんとかしようとしてるこの局面をなんとかしようとしてるかな、うん、まだなんとかなると思ってるからね自分それかこれもある今使うんだったらこれかこれどっちか、うん、まだなんとかなると思ってるいけ引っかき頑張れおおあるぞあるじゃねえかこれこれあるんじゃねえかこれも OK になるか山あ山あちょちょ外したワンチャンじゃねえか本当にこれこれもありになってきたなうんいけどこの下ほら頑張れワンチャン、はい、どうしよう迷うな内部操作別にそんな気にしなくていいんだよなうんやばいいい勝負になってる引っかきにまさか会心が出るとはそうそう出るわけじゃないんだけど痛いよあっ5発したの何をしたんだカラマあっ防がれたあれさん何選んだの何選んだかによるよやらかしたやらかしたやつえやらかあ、やっただろうなあのね、引っかきしたときに、引っかきしたときに会心出たでしょ打ってくるって思った、今。いやー、また読んだ読み切ったぞあるぞ、これ読み切った。すごいわ。あ、これやばい。これ、あるよ。普通にある。マジであるぞ、これ。頑張れうん、頑張れお何してんだおめえらはめっちゃ受けたまだ口大きく開けろいけるデンタリッチに勝てるぞお前らなんで勝ってそうなのお毒ったいいんじゃないこの毒おしこれこのターンさ風林火山でしょそれ選んでるってことはオッケー疾風陣雷じゃないってことは防げますねあ間違えたあ風まで防いでますどっちにしろどっちにしろ今風まで防いでますねできるならデンタックルぐらいそうデンタック特技5つあの特技4つかで先制してなかったから疾風陣雷じゃないっていうのが分かったあーそれは食らうのねいやワンチャン風林火山でドガシャって言って死んでいくパターンあるんだよなあ待ってホースリーあよしもうないよあとは風林火山でさ特攻取られてさ1400とかあるからなあと、あの、君は、メラミ、ドルマ、あの、呪文しか打てないんだよ。ちょっと怖いのよ、君は。当てろよし当てろお、いけお、まさかこいつが決めんのか避けるんだ。いけう、頑張ったお、全員避けろプリプリアタック勝ったぞあれに、うん、すごい勝つんだね。全部勝った干渉してるうわ見てほらうん、いえ
このゲームって夢あるね、やっぱり。このゲーム夢あるね。初めてだわ、こんなふざけた艦隊で電動ヘッジに勝ったの。でこっち魔王軍団やる。おおおお、塩アルで。ああ、最後それ見てないからね。塩アルを見てないからね。どうしよう。シングル対戦を選んでもらって、デンタリッチきつくね。来るんだったら何着てもデンタリッチはきついよ。だってデンタリッチ最強だもん。あ、さあ塩ちゃんどうする。ええー、いや、まあアルさんに対してさ、お前会心出せないじゃん。バズズとかこの前見さ、すごかったじゃん。あ、お、あれアルさんに会心出せるよ。本当に出せるよ。本当に出すか。うちのゴッド2人が。でもこれ出すと逆にきついのがいったよ俺な。あー、まあそうね、まあ会心で全部解決できるけどね。会心次第になっちゃうな。だからどんなパーティーでも勝てるし、どんなパーティーでも負けるよねこれ。まあね、でも彼ら状態異常に弱いから、さっきみたいに状態異常かけられると厳しい。あれ、お、違う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 、まさか無道、まさか無道ではと思って一瞬する。これ、うわぁ、一匹釣ったもん、一匹釣ったもん、うわぁ、でも分かんないよ、どうだろう。一匹ってそういうことじゃない、一チームっていう意味だったんだけど。あれ、さしよう。どうするよ、どっちが上か見せてもらおうや。どうするよこれ。え、でも俺分かるんだけどさ、どうするも何も多分これ死をやること一つしかないよ。どうするよ、やばくね。HP は近いんだけど。そう、アルさんは何も考えなくていいんだよ割と。アルさんは詰将棋なんよ若干で。それをひっくり返せるかどうか。お、早いね。どうしたの、トロールキングそんな早くないよ。さあ、いけるか、超絶の一撃。当たれば、うわ、出た !750! 威力ケース最大感ね。ロマンだ。一撃必殺、ウルトラスタンプ。あ、あ、え、あ、あ、グッド、かわいい。あ、だよね。そりゃそうだ。今までおかしいのにずっと動いて。あ、やばいよ、ほら。ほら。やばいな。あ、おー、なるほどね、珍しいな、割とブレるな。トロールキングにどん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 打たれる気がするけど。あ、オーケンジンいった。違うな。わー、やばい、やばいぞ。あ、ため、あ、あ、え、しおちゃん何切った今。もう切ったじゃん、2ターン目切った。何切った。おー、ゴリ押した。ゴリ押しか、ゴリ押すしかない。ゴリ押しロンできたか。僕は抜群知ってたんだよね。お、それ違うよ、粉砕の一撃だよそれ。おお、そっち。お、貯めるか、いい貯める、いい貯める。これ、これ超絶の一撃入ったらすごいことになる。どうなる、超絶、超絶来ないかな。いやー、これ逆にアルさん返す手段がないからな。 SP でどかしゃってできるけど、SP 覚えてないよな。なんだっけ、左とかがなんかグラズレベルだったような気がするけど、覚えてないよな、さすがに。アルさん、じゃあ感電もう打っていくしかないね。ああああ、溜めるから直接打ち切ったって。あれ、え、え、おお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 おい、しお、お前ひどいぞ、アルさんに。アルさんにやることじゃないよ。向こう走られたら終わるけど。あ、わ、完璧なグラブで見るや。これ、リンから走ったら勝てる。やばい。リンから走ったら勝てる。多分。走られたら。あー、やばい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 。大きい地も、トロキンも遅い。お、あ、行ったけど、当たるか、当たるのか、それ、一撃炸裂。ウルトラスタンプ。お父さん、危ない。あああああ、やばい、一発よければいけるか。あ、やばい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 、ほい、いった、やばいやばい。ああ、避けるか、避けるしかないわ、もう避けるしかねえ。塩塩塩、やっぱりお前アルさんに勝てねえんだよ。
ちゃんとグランドネビュラが低い時に撃つんだぞって教えてもらったから。塩全敗や。塩だけや全敗は喜んでる。いやスライディングが硬いんだよ。いや回心だったら耐性無視だから変わんないよ。耐性無視、あまあそうか。振り払うのダメージがちょっと変わるだけだよ。粉砕の時回心だったけどね。まあ、すごいもん見たわ。そっか。